いろんな選手にインタビューを行って、その選手の強さの秘密だったりとか、その足の見どころだったりとか、いろんなことを聞いていきたいなと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。それでは次の選手のインタビューに移りたいと思うんですが、はい、次の選手準備できておりますでしょうか。ただいま確認を行っておりますので少々お待ちください。はい、少々お待ちください。続いてのですね、海外勢の選手を、はい、お呼びしたいと思いますので、はい、そちらの選手の準備が整い次第、はい、スタートしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、We have Tessa, Marcus and Carlos on stage please. We're gonna have a talk showof you guys. So, Tessa and Marcus and Carlos, if you can carry your yo-yo, get ready for a small performance, that'll be great. さあ、それでは順番にお呼びしていきましょう。一人ずつ名前をお呼びしていきます。それではステージに上がっていただきましょう。まずは一人目。一人目。はい、テッサン・ピッチョン選手です。どうぞステージへ。大きな拍手をお願いします。今エロパパムさんだった。テッサン・ピッチョン選手、アメリカから新鮮なボールが現れました。実力プレイヤー、2010年中国の世界大会女性部門で優勝し、僕もその日生で見ていたんですが、その日一に終わったほど大歓声を浴びたそのフリスタで、今でも僕は忘れておりません。さあ、こちらのフロントスタイルでまた披露してくださっております。今年は弱い動きがキープでし、見てて気持ちがいいですね。はい、さあ、スラックも交えて、さあ、数々の大会でエントリーしており、そして昨年は東京と、そして今年のリブランドデーと全部本日に発表しております。はい、ありがとうございました。それでは続いての選手お呼びしましょう。それではお願いします。大きな拍手でお迎えください。マーカス・コン選手、ステージへどうぞ。拍手をお願いします。さあ、スローレボリューションというメーカーの自身のオーナーを務めております。ヨーロッパやアメリカ、そして日本も飛び回る非常にバイタリティあふれるメーカー兼、そして東南アジア初の世界チャンピオンでございます。スローレボリューションのラインナップは物販ブースの方でも販売中です。さあ、2010世界チャンピオンとして、そして今でも現役のコンテスタントとして、すでに理想のヨーヨー像を追い求めております。おお、アクロバティックなコンボから入道前にチキンになりました。ありがとうございました。それでは最後の選手をお呼びしましょう。大きな拍手でお迎えください。カルロス・ブラウン選手、ステージへどうぞ。大きな拍手をお願いします。さあ、カルロス・ブラウン選手、IOO 所属、ヨーロッパのヨーヨー界の中でも一番長い歴史を誇るドイツから来日し、なんと先日5回目のドイツの大会の優勝を誇りました。さあ、この選手もアクロバティックなトリック、そしてそのスピードですよね。このスピード、メインも止まったスピード、そしてジャンプ、ラストレーション、さあ、まだまだ見せてくれます。ホイボンタル、足元、そしてさあ、もう一回ワントリック、よっしょ。さあ、タワーとジャイロ、そして車足でスーサイド、クロスで戻ってキャッチ、そして足のまとめで見事決まりました。アドキングのパイント。はい、ありがとうございました。さあ、それでは順番に、はい、紹介していただきたいと思います。はい、テッサン・ピッチョン選手、年齢は19歳、所属はシーロイダル、カナダのヨーロッパシーロイダルに所属しております。そしてタイトルは先ほども紹介しましたが、2014年の世界大会女性部門入賞となっております。そして、まだのマーカス・コー選手、年齢は23歳、先ほどもこちらも言いましたが、スローレボリューションのオーナー、そしてシンガポールのナショナル大会でなんと4回、2009年2011年15年16年の優勝をしておりまして、さらに2011年の世界大会ワンウェイ部門で見事東南アジア初の世界チャンピオンに輝いております。さらに、カルロス・ブラウン選手、年齢20歳、 IOO ドイツの自国のヨーヨーメーカー IOO に所属しておりまして、そしてジャーマンナショナル、ドイツのナショナル大会でワンウェイ部門5回の
優勝を誇っておりまして、先日の2016年の大会ということで優勝しております。2014年にはヨーロッパ選手権大会 EYYC でも 1A 部門優勝しております。はい、素晴らしい。それではこちらの皆さんにお話を伺いに行きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よかったら、はい、さあ、それではですね、ここから海外選手の話を伺おうというすごいなかなかない機会ですので、聞いていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。それではまず、おなさんですね、ヨーヨー歴は皆さんどれぐらいなんでしょうか。I've been yo-yoing for 7 years. 7年ヨーヨーされてるんですか。7年ということは12歳から、はいはい、ヨーヨーされてるということですよね。はい、はい、それではマーカス。I've been playing for 13 years. 13年。おー、長いですね。なるほど、長いですね、はい、10歳の頃からヨーヨーやってると。はい、それではカルロス。 I started in 2009, so it's also 7 years now. 2009年から始めたんで、7年です。おー、でも2009年からもう7年だった。そうですね、2009年めっちゃ最近だと思ってたけど。え、じゃあカルロス選手7年ですよね。タイトル2010年ですでに優勝してるんですよ。すごいな。すごい、1年でナショナルタイトル優勝してる。へえ、すごいな。そうなんだ。しかもそこから今まで絶やさずモチベーションを保って優勝を続けてるわけですから。あー、すごいな、それは。ちょっと衝撃だったわ。はい、なるほど。それではちょっといろんな聞いてみましょう。普段どれくらいの時間練習してますか。 I try to practice about a half hour to an hour every day. 30分から2時間毎日練習してます。毎日ね、30分くらい。なるほど。はい、はい、それではマーカス選手。 During important contest, I try to practice 3 to 4 hours every day. But if it's not the World Yo-Yo Contest, probably I'll practice less than an hour a day. 重要な大会とか、世界大会の前もやはり3から4時間くらいやるんですけれども、はい、そうでない場合は、まあ、30分くらい練習をしてます。なるほど。やっぱりこう細かく継続して大会前はすごい練習するスタイルの選手が多いですね。なるほど。カルロス選手、When there is a contest, I try to practice between 1 and 4 hours. It depends on how I feel and how much time I have, but it always depends. 大体、重要な大会の前は1時間から4時間と、まあ、体力とかそういったまあ、気持ち、コンディションによって変えていきますね。なるほど。はい、はい、それではですね、はい、続いて結構これ国によってどうなんだろうって気になるところではあるんですけれども、普段の練習場所だったりとか、どこで練習してるか、どういうとこで練習してるかとか、あとこう練習やるときにこう自分なり のやり方があるとか、技を先にやってフリースタイル練習するとか、そういったのってどういったなんか秘密があったりしますか。どんなスタイルでどんな環境でっていうの、国ごとによって違いがもしかしたらあるかもしれない、ね、はいはい、体育館借りれる国と借りれない国とかあるかもしれない。そうですね、はい、もしくは国によってはまあエアコンがなくても外で十分涼しかったり。確かにね。はい、I usually practice just like alone and make sure no one's gonna bother me, so I like staying calm and just listening to music, maybe not even like the freestyle music, just to calm down. 周りに人がいないところで練習してますと。周りが人いないすごい落ち着いたところで音楽聴きながら、しかもその音楽っていうのは大会で使うような音楽じゃなくて自分の好きな音楽聴きながら練習してます。リラックスしながらやる感じですね。へえ、自分を。そうですね。そうですね。はい、なるほど。Okay, for me, I have many different ways of practicing. Firstly, I will practice for my yo-yo audience. So in this case, I will do a freestyle for my yo-yo friends. And then they will judge me on my yo-yo freestyle. And after that, I also have training session with juggling artists. So when I do a freestyle, I also do a freestyle for them. And I let them judge my freestyle. And lastly, the third practice will be to practice at home in front of my father. Then my father will tell me whether I'm good or I am not good. So I practice for 3 people. テスト戦最終的に。
私は3種類の練習方法がありますと、3人に見せますと、私の練習をと、そのパフォーマンスを。1組は、友達に見せて、やっぱそのオーディエンスのその雰囲気とかをつかみたいので、友達に見せてどうだったかっていうのを判断してもらって、あとは、プロフェッショナルのジャグリングやってる人たちにも見てもらいながら意見をもらったりしてますと。で最後にお父さん、父に、見てもらって、どうだったかというのを確認して、自分の技を磨いていく。なるほど、はい、そうですね、いろんなタイプの違う方に見てもらって、はい、いろんな人から自分の技とかフリースタイル見てもらって、そういう意味ではこう誰にでも受け入れられる、どんな人にでもこう見てもらって、はい、喜んでもらえるようなフリースタイルを、はい、常に模索するということではすごくいいでしょうですね。そうですね、新鮮なインスピレーションをいつでも得られるような、確かにそうですね、環境ですね。今追加でお話しいただいたんですけども、はい、やっぱヨーヨーの知ってる人たちに見てもらうと、それだけの視点しかないので、はい、いろんな、人に見ていただくことで自分のパフォーマンスはどうなのかっていうのが確認できる、広い視野を持っていますね。なるほど、なるほど、すごいガチなお話を聞きました、はいはい、それでは、カルロス選手。 Usually I practice a tone in my roomAnd first of all, I try to create a freestyle and look for music or probably some sound effects, and then try to get the tricks matching to the music or just so it feels good for me or maybe for other people. Then I try to practice the freestyle and maybe film it to send it to like other people, normally yo-yo players or sometimes judges, to give me feedback.But I only do this for important contests, and after I try to practice like the more difficult tricks, I can't hit that good when I'm practicing, and also I try just sometimes to practice without freestyle with music, just to random music to get better at speed or cleanliness, whatever. Hey, I'm...基本にまず構成を考えて、はい、その構成に合う音楽とか、はい、効果音とかですね、探して、はい、音ハメができるような練習を、まずわざとこの流れありきなんですね。そうですね。それで感覚つかんで、いい感じにこうできるように練習して、でそれをですね、ビデオとかで撮影して、はいはい、他のヨーヨーのプレイヤーに見せたり、 あとジャッジにも見せたりして、フィードバックをもらっていますと、はいはいはい、でこういうのって大事な大会の前とかにやったりしますと、はい、であとはすごい難しいトリックとかを練習して、はい、ちゃんと成功率を上げる、音と、はい、あとはまあ、大会使うような音楽だけじゃなくて、はい、自分の好きな音楽を聴きながらスピードとかアジリティとかを上げて、はい、こう自分のテクニックを磨いたりしてます。なるほど、スピードの秘訣はそういうところにあったわけですね。まあ、速い曲で速い曲に高わせるだけじゃなくって、はい、いろんな曲で自分の可能性を広げたり視野を広げながら、はいはい、さまざまなことに挑戦して、はい、自分の歯幅を広げているほどですね。そう、緻密です、ね、緻密ですね、はい、結構やっぱりみんなこう自分なりのこう練習感だったりとか、はい、フリースタイル感みたいなのを結構反映して、はいはい、フリースタイル練習してるみたいですね。この3名と全然タイプの違う練習法を出てましたからね、はい、で、これ結構あと海外の選手に聞いてみたいなと思ってたんですけど、はい、自分の国で、なんていうかね、誰と練習しているかとか、どうなんか練習会、ヨーヨーミーティングとかはあるのかとか、そういったヨーヨーのコミュニティのお話って何か、はい、ありますか。スピンドックスヨーヨークラブというところで練習していて、はい、コミュニティがあるんですけど、はい、そこで皆さんと練習していた。なるほど、はい。I practice at Spinworks because Singapore is very small and you can get from one end of Singapore to the other in about half an hour. So every Saturday
Europe players from all over Singapore will get and practice together. But for me, my practice buddy will be Lim Ai Kui. Yeah, we practice a lot every time on the Europe competitions. 私はスピンワークスで、練習してます、はい、シンガポールって結構小さくて実は、もう端から端まで30分で行けるぐらいの距離なんですね。なのでヨーヨーの、仲間みんなスピンワークスに集まって練習します。ちなみに私はのヨーヨーバディっていうのは、はい、リアイクイーン、はい、リバクイーン、はいはいはい、先ほど岩倉さんとも出てきた、はい、彼と一緒に練習してる、はい、なるほど、お互いを高め合って、はい、はい練習してるわけですね。はい、はい、I live in the very south Germany and there are like zero yo-yo players. The German community is not that big and most of the people live like in Berlin or north or eastern Germany and it would take me like 6 hours to get there.So I have no practice partner and most of the time I practice, all the time I practice alone. But I try to keep in touch with them through Facebook and we have every year a meet where all or most of the German players meet up. But that's also not too often because it's just very far away from me.私の住んでるところは南ドイツなんですけども、周りにあまりヨーヨーを遊んでる人、プレイしてる人いないんですね、うん、で、結構プレイヤーが集まってるのベルリンとか北とか東の方のドイツでじゃあ6時間ぐらいかかるんですね。対照的な、なので結構自分で練習してるんですが、うん、ヨーヨーミーティングっていうのは年1回ドイツで行われてて、そこでみんなとこう集まって練習して、あとは Facebook とかで連絡取り合いながら交流してます、はい、なるほど、はい、なるほど、はい、ちなみにまあすごい余談なんですけど、はい、うちの弟、まあ、ナオトっていう、ナオトっていう人がいるんですけど、そのナオトが今ドイツに住んでるんですね。で、カルロス・ブラウンとちょっと一緒に練習していろんな話をしたと、彼はすごい真面目で一生懸命練習していると、すごい真剣にやってて、で、IOYO の、デイブ・ガイドルさんが結構ナオトと仲が良くてですね、いろんな話をしてて、で、結構このカルロスはもっとこう世界に出ていけるはずだから、彼がこう出ていくためには、もっと世界に羽ばたいていくためにはどういうことをしたらいいかな、どういう風に指導するのがいいのかなとかっていうのをすごい一生懸命一緒に考えてくれてるみたいなんですよね。すごいいいチームに所属して、はい、で、すごい真剣な気持ちがあって、そういうのも一つの強さの秘密かもしれないですね。なるほど、いい話だ。スタイルになってます。お世話になります。はい、それではですね、この後この海外選手の好きなフリースタイル、尊敬するプレイヤーについてこう聞いていきたいなと。もちろん自分の部門じゃなくても構いません。療養じゃなくても何なら良いです。好きなプレイヤー、尊敬するプレイヤー、好きなフリースタイルなど、こういうのを見て僕は育ったみたいなのがあると、はい、お聞かせ願いたいなと。じゃあまず出た選手、One of my favorite players is Anthony Rojas from Spain. Yeah. My favorite one's probably is Worlds 2015 Cristo. 私が、好きな尊敬するプレイヤーはアンソニー・ロハス選手で、はい、世界大会2015年の、フリースタイルの競技のフリースタイルが一番好きです。なるほど。感動的なフリースタイルですね。ちょっと雰囲気のすごい。はい。はい。ですね、はい、同じ CWW に所属している、はい、そうですね、はい、今のためなので、さあ、それではマーカス。 I have too many favorite players. okay, my first favorite player will be Lloyd Chen, Takuto. And my second and third will be, I thinkJohn Endo. And Ryota Oni. I like yo-yo players who make tricks look good. Like 10 people can do Ella Hop, but I like the yo-yo player that can do the Ella Hop the nicest way possible. And the freestyle I respect the most would be probably John Endo's 2008 Worlds freestyle. Oh, なるほど。私の、尊敬する好きなプレイヤー2人、はい、まあ、というかいっぱいたくさんいるんですけど、はい、2人挙げるとしたら、ロイちゃん、
加藤選手と、次に好きなのはジョン・アンド選手と、小木亮太選手ですね、はい。で、彼ら何がいいかというとやっぱそのイーライ・ホップとかすごい綺麗にやるんですけど、はいはい、イーライ・ホップって、まあ、いろんな人ができるんですが、はい、やっぱそれを綺麗に見せるという技術を持っているというのにすごい私は好きですと。なるほど。あと、好きなフリースタイルはジョン・アンド選手の2008年の世界大会のチャンピオンだったフリースタイルですね。そうですね、はい、業界に疾患を与えたそうですね、フリースタイルですね、はい、やっぱ同じ技でもやっぱり人がやると全然違う色になるんですよね。そうですね、まあ、同じ技といってもこう同じ技に見えるけどその人なりの進化の方向とかあったりして、はい、同じジャンルでも全然違う技が見えるとか、そうですね、はい、はい、いろんな色の付き方があるっていうのがそうですね、はい、同じ技でも見せ方っていうのが違うっていうのがやっぱり大好きで、そういうのにすごい感動しました。なるほど、はい、それではカルロス選手。When I started to yo-yo, I first watched freestyle videos from Hiroyuki Suzuki, World Freestyle, and Shinyakido, World Freestyle. And so I had lots of influence from Asian players, and that's also why I prefer to do horizontal tricks probably. And my all-time favorite freestyles are 2015 Hajime Miura freestyle. Oh, なるほど。And also 2011 Marcus Cole freestyle. Thank you.すごい、この周りにすごい褒めていただいてありがとうございます。ヨーヨー始めた時に、鈴木宏之選手のビデオを見たりとか、木戸慎也選手のビデオを見たりとかして、すごい感動しました。で、アジアのプレイヤー見るの大好きで、特にホリゾンタルのトリックとか自分がやるようになったのもそういうのを見て、影響を受けたとか、そういうことですね。で、好きなフリースタイルは、2015年の三浦はじめ選手のフリースタイルと、2011年のマーカス・コー選手のフリースタイルです。なるほど。ここでですね、僕のまたエピソードシリーズなんですけど、すいません、あんまり関係ない話かもしれないですね、聞いてください。マーカス・コー選手との僕とのエピソードです。2011年、僕も世界大会に行ってたんですよ。で、世界大会に行ってて、で、まあ、僕もフリースタイルを出場してて、で、決勝で、まあ、すごいミスは多かったんですね。で、まあ、ちょっとへこんでて、そしたらマーカス選手も最後ちょっと後半とかがあって、わあすごいミスしたなって言って、まあ、へこんでてこう座ってたらマーカス選手が来て、カズキ、お前の夢は何だって聞かれて、夢は何だ、そう、いや僕子供生まれたばっかだったんで、いや家族の健康かなみたいなことを言ったんですね。そしたらなんか僕の夢は世界チャンピオンだって言われて、ああ見てる見てるみたいな感じで言われて、話してて、今回2人ともすごいミスが多かった、今回はきっと戦いともダメだったけど、来年以降頑張って励ましあってやっていこうって言った10分後夢を叶えたんです。あ、表彰の10分前の10分前です。本当に10分前の感じですけども終わって、そう、改めておめでとうございます。お願いします。そう、あれね、すごい覚えてるんですよ、僕は。はい、おめでとうこの野郎と思いながら、すぐ叶えたいねんかと。なるほど、はい。さあ、それではですね、最後の質問です。ごめんなさい、こんなんで、おっしゃって。はい。明日の見どころ、自分のこういうところに注目してくださいとか、こういうセクションを頑張りましたっていうのをぜひよろしくお願いします。それではまずテスト選手お願いします。じゃあマーカス選手お願いします。 Kill everybody。 おー、出ましたね。はい。さあ、まあ今キレるわけでマーカス選手の決め台詞みたいなもんになってキャッチコピーですか、キャッチコピーですからね。はい、じゃあカード選手お願いします。 I'm really looking forward to the competition tomorrow and I think it will be super difficult, but I will try my best and do like my most difficult horizontals and body tricks, so I'm looking forward to see what happens. 明日の大会すごい楽しみにしてますと、すごい戦いになると思うんですけども、
自分のベストを尽くしてですね、ホリゾンタルのトリックとかボディトリックとか見せたいと思いますので、ぜひご期待ください。すごいスポーツマンの反対の回答が来ましたね。そうですね。すごい。はい。それは。So tomorrow I have a lot of old tricks, but also a couple new tricks that I'll be doing. And I've never done a trick battle before, so I'm looking forward to that session. 今までのトリックとかも盛り込むんですけども、新しいトリックも入れたいと思います。お、なるほど、新技をここで披露してくれた。はい、で、トリックバトルっていうの初めてなんですけども、すごい楽しみにしてます。はい、はい、ありがとうございます。それではここまで長い間お話しかけていただいてありがとうございました。それではもう一度こちら3人の方に大きな拍手をお願いします。ミスターピッチョン選手、マーカス・コー選手、カロス・ブラウン選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。 Thank you。 さあというわけでですね、こんな感じでまたまたいろんなインタビューしていきたいんですが、ちょっとここでですね、小休止ということで30分ほど休憩を入れていきたいと思います。はい、ですとですね、次の開始が3時半ですね。はい、3時半頃より再びこちらのインタビュー、またお話を伺ってない選手のインタビューを続けていきたいと思いますので、ぜひ皆さんそれまでの間ご判断でお楽しみください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。